エミリオ・サンチェス・ペリエは、スペインの画家である。風景画や、オリエンタリズムの作品を描いた。セビリアで生まれた。父親の元で、時計職人の仕事をしていたが、13歳の時、セビリアの美術学校に入学し、ホアキン・ドミンゲス・ベッケルとエドワールド・カノデ・ラペニャに、学んだ。1877年に、マドリードの王立産フェルナンド美術アカデミーでも学び、ベルギー出身の画家。 カルロスでアイスに学んだ。1879年にパリに旅し、ジャン・レオン・ジェロームやフェリックス・ジアンの下で修行を続けた。フランスではバルビゾン派の画家たちとも交流した。ベネツやイギリスを旅し、タンジェンなど北アフリカの街でも風景を描いた。1880年頃、スペインに帰国し、セビリアの美術学校の教授に任じられた。 セビリア県のアルカラでグアダイラをしばしば訪れ、マヌエル・ウッセルでギンバルダを中心とする画家たちと活動した。マルティン・リコとグラナダで活動することもあった。1896年に結核と診断され、療養するも1907年に死亡した。水辺の風景を描くのを得意とした。ありがとうございます。